張飛様、炎王子様のこと。ああ大丈夫だ。埋葬の許可は兄者に取った。ま、あんまり大っぴらにはできねえけどよ。いや、よかったです。私、そのわがままを言ってごめんなさい。いいってことよ。おめえが子供の頃やつに世話になってたってのは知ってる。それに言い出したら聞かねえのはおめえの得意技だろう。そんなことないです。ほら笑っとけよ。え、奴の性格上笑顔で見送ってやった方が喜ぶだろう。張飛様、炎王子様とお友達みたいです。戦場で顔つき合わせてりゃ嫌でもな。それにおめえとも似て、いや考えたくもね。張飛様かわいい。何言ってんだ。行くぜ、ほら。